さて、ドブロブニクから、チェコはプラハに向かって、飛行機で向かうんですけれども、ちょっとヒヤッとしたのは、チェコの住民票というか、そういう ID があるかって言われて、その当然持ってないので、持ってないという話をしたんですけど、さらにですね、パッセンジャーロケーションフォーム記入したみたいな言われて、それも事前に私何も知らなかったので、当然何も記入してなかったんですけど、まあロケーションフォームですからね、まあ実際搭乗手続きをした後でもできるかなと思って、まあそれはもう面倒くさいんでしたという話をしたら、まあ普通に通してくれましたけど、実際にネットに出ている情報とかでは陰性証明も隔離もなく、ワクチンパスがあれば問題なく入国できる、渡航できるという日本人、日本のパスポートでという情報でしたけども、実際にはまるでロックダウン下の時のように、実際にそこの市民、チェコの住民としてチェコに住んでるのか在住してるのか、まあだから観光目的っていうのがあまり受け入れられてないのかちょっと分かんないですけどね。とりあえず搭乗手続きはできて、出国のスタンプも押してもらえたんですけども、あとは無事に入国できるかっていうところですね。聞いてる情報と実際に違うこともあり得るので、もう気が抜けないですね。でも実際に陰性証明とかワクチンのパス詳しく見られたりっていうのはまずないんですよね。まあどうなんでしょうか、 EU 圏内ですけどね。行ってみたいと思います。ドブロブニク空港から次はプラハです。チェコ、プラハ、入国できました。ですけど、ちょっとね、奇跡が起きたんですよ。いやー、よかった。チェコはプラハに無事入国できたんですが、皆さんにねお伝えしておきたい要注意ポイントとしては、あの陰性証明だったりはもちろん絶対必須なんですけども、それプラスパッセンジャーロケーションフォームも入国するにあたっては必要でした。で、私それをあの直前で入力しようとしてたんですけど、なんかあのどうしても住所の入力のところで弾かれてしまって、まあ結局ゲートのところにたどり着くまで用意できなかったんですよね。で、それ絶対必須っていうことで、入国審査の前にそれを絶対に提出して、行くという感じだったんですね。で、それを入力できてない人たちはその場で結構溜まって入力してる人たちも多かったんですね。で、私も結局入力できてなかったんで、その手続きをしようとしたら、ある一人の係員の人がですね、そこにいた、日本語ペラペラで喋ってきて、もう完全にチェコの人ですよ、見た目は。それで、あの私が入力手伝いますとか言って、私の携帯でチコチコ入力し始めて、でもなんかの弾みでこう画面が消えちゃったりとかしたんですよね。あのちょっとスラッシュしたらなんか元に戻んなくなっちゃったりして、で結局1回2回ぐらい手間取ってたら、その人がもういいですみたいな、もう行っちゃってくださいみたいなで、私結局パッセンジャーロケーションフォームを正式に入力しないまま、入国しちゃいましたね。はい。まあでも、まあ、きちんとワクチンパスを持ってるのと、あの所在が明確に
住所をあの伝えていたので、ちゃんと予約してるってことも確認してもらっていたので、まあ、あの際どいってことはないと思うんですけど、まあ、とにかくこのチェコでもう日本語ペラペラの人がいて、そして私をねあの通してくれるとは、まあ、奇跡ですね、まあ、とにかく良かった無事に入国できて、これからローカルバスに乗って、向かいたいと思います。まもなく十二使徒の人形が出てきます。あと1分。